後部ガラスの上で点灯しているランプがハイマウントストップランプハイマウントストップランプとは自動車の微灯のうち車体後部中央の高い位置に独立して設置された制動灯のことである。日本での正式な名称は補助制動灯である。当初はランプ部分のみが社外品として販売されていたが、現在は主要先進国において新車時からの装備が義務化されている。 英語圏においては、サードブレーキライトと表現されることもある。制動等は、運転者のブレーキペダル操作に連動して点灯し、後続車や周囲に対し、減速中、または停止中であることを示し、後続車による追突を防止する役割を持つ。車体後部の左右にタイとなって設置される、ブレーキランプに加え、ハイマウントストップランプは、後方からの視認性をより高めることを目的とし、 設置される第3のブレーキランプである。アメリカでは1985年に乗用車、1993年に小型トラックに装備が義務化され、ヨーロッパでは1998年から乗用車への装着が義務付けられている。日本では2006年より乗車店員10人未満の乗用車への装備が義務付けられた。車種あるいは車体の構造、または デザインによって装着される位置が異なる。トランクリットの付いたセダンやクーペなどでは、車室内のリアトレイ後端に設置されることが多いが、固定されたリアトレイを持たない車種では、リアゲート上端に設置されることが多い。リアゲートが観音開きであり、左右非対称の形状を持つ車種では、ハイマウントストップランプは、車体の中央ではなく若干寄せて取り付けられることも、ある。また、 車体形式を問わず、リアスポイラーを装備する場合には、その後端にハイマウントストップランプが組み込まれることが多い。発光色は法令にのっとり赤色のみが許可される。光源には LED が使用されることが多い。これは、応答速度の速さに加え、低消費電力、低発熱、長寿命、 小スペースといった LED の長所がハイマウントストップランプの用途に合致しているためである。赤以外の色を照射するものや、明滅するもの、パターンが流れるもの、メッセージを表示するものは違反となる。また、特に日本においてテールランプと連動視野間のライト点灯時に常時、点灯する要改造を施すものもいるが、これは保安基準に違反したい法改造である。この行為は、 後続車や周囲のドライバーを窓足無駄なブレーキングを誘発し、渋滞発生の現況となるだけでなく、交通事故すら誘発することがあり、極めて危険である。また、ランプのバルブ切れや故障などにより点灯しなくなった場合、保安基準に抵触し、日本においては車検に通らない。加えて、もともとハイマウントストップランプが装着されている車に、新たに、 同ランプを追加することも、日本をはじめ多くの国で、保安基準に違反する行為である。ハイマウントストップランプのみ点灯している、車と軽いがすべて上側に集約されている例、ダイハツミラ通常のテールランプとの高低差が乏しい、例日産、スカイラインとデンアラカワ線の実例。車内端部、窓の下側に、横方向のバー型のものを装備しているオートバイは、 装着義務化はなく非装備のモデルが多いが追加オプションでハイマウントストップランプが装備可能なモデルやトップケースなどを利用し装備するものもあるいずれの場合も装着スペースに制限があるため主に LED が用いられている路面電車においても装着されることがある車両によっては後部標識等がブレーキに連動しておらずハイマウントストップランプが 他の自動車や歩行者に制動中、停止中であることを知らせるブレーキランプそのものとしての役割を果たしているものもある。ありがとうございます。